50年の論証と12年の建設を経て、中国の南水北朝プロジェクトの中央ルートが完成し、北京への給水がついに始まりました。当局がそのメリットを大々的に宣伝しているものの、三峡ダムプロジェクト同様、着工から完成まで論争がつきません。専門家は、南水北朝の隠れた危険は三峡ダムよりも深刻で、 中国に災難をもたらす根源になりかねないと警告します。中共メディアによると、2014年12月27日、南水北朝プロジェクトの中央ルートが完成し、北京への給水が正式に始まりました。これにより、北京では年間10.5億立方メートルの給水が可能となり、北京の15の区と県で南部の水を飲むことができると伝えています。 南水北朝は、湖北と河南両省をまたがる炭鉱高,高ダムから取水し、河南省と河北省を経由して、北京と天津に水を送る国家プロジェクトです。中共当局が宣伝を強化し、各業界の専門家がこぞって南水北朝のメリットをアピールしているにもかかわらず、メディアからはお祝いムードが見られませんでした。その実行可能性と、 生態環境への影響が注目されています。複数の海外メディアも北京への給水開始を報道した際、大陸のデータを引用して、中央ルートには330億ドル、人民元で2046億元が投じられたと伝えました。関西メディア進化網は、プロジェクトが着工した2003年、中央ルートには、 920億元が投じられると報じました。この2つの数字から計算すると、実際には予算の2.2倍の費用がかかったことになります。また、海外メディアは揃って、中国南部では高雨量が減っており、南水北朝は北部の水不足を解決する短期的な解決策にしかならないと指摘しています。ドイツエベでは、 アメリカポートランド州立大学のブリット・クロー・ミラージョ教授の話を引用し、結果を未来に託すこの種の発展モデルは短視的であると指摘しました。また、南部で取水した水は途中で汚染が進み、北部に到達した際には使えなくなる可能性があるとも指摘しています。 而这个影响是长期持续的在人工的这种设施情况之下、一定会改变自然运作、或者对自然的演化进程会产生一些扰动。这是毫无疑问的。12月19日、アメリカのある物理学博士がネット上に評論文を発表し、南水北朝プロジェクトに疑問を投げかけました。水汚染、デイサ堆積、経済効果など、 各方面から分析を行い、プロジェクトは最終的に失敗に終わるだろうと指摘しました。文章は中国でも注目され、広く転載されています。これを受け、中央テレビ、新加網などの管制メディアは、直ちに宣伝を強化し、専門家を集めて、南水北朝は中途でやめることはないと反論しました。ドイツ在住の環境問題専門家、 オイラクさんはこれは異なる声を封殺するための中共当局の常等手段であると述べます。他

王さんは流域をまたがる送水プロジェクトは持続可能な発展理念に反すると述べます。断水北朝プロジェクトは韓国から大量の水を北部に送りますがこれはその地域の発展に必要な水を奪うことを意味し降雨期や干ばつ期に予想できない結果を招く可能性があります。 隠れた危険は三峡ダムプロジェクトよりも大きく中国に災難をもたらす根源になる可能性すらあると指摘します。新東人テレビがお伝えしました。